はいどうも、バーンドカフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、日本生まれのクラシックカクテルチェリーブロッサム紹介していきたいと思います。もう3月も終わりに差し掛かって、そろそろ桜の花もですね咲き始めてきた時期ではありますので、まさにこの時期にぴったりの一杯となっておりますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。はい、動画ご視聴いただきありがとうございました。こちらがチェリーブロッサムですね。チェリーブロッサム、桜っていう意味合いからするとちょっと色が濃い感じにはなるんですけども、早速いただいていきます。お疲れ様です。レシピ見てもらった通りですね、結構強めのカクテルではあるんですけども、チェリーのすごいフルーティーな味わいをですね、少量のレモンがこうキュッと引き締めるような感じになってますね。で、冒頭でも言いましたように、こちら日本生まれのカクテルでして、発祥は大正時代の横浜ですね。僕がバーテンダー人生を切ったスタートの地でもあります横浜の、日本のバーの草分け的存在とも言われているカフェ・ド・パリというお店で、こちらのカクテルが生まれました。で、日本だと桜色っていうと、淡いピンク色をイメージされると思うんですけど、海外ですと、こういう、なんて言えばいいですかね、赤紫というか、ちょっとこう黒みがかった赤というかですね、いわゆるアメリカンチェリーの色合いですね。こっちの方が海外だとチェリーっていうとイメージが強いので、そういうこう世界に向けたというか、海外の方にも分かりやすいように、こういう色合いにしてチェリーブロッサムという名前をつけたんじゃないかなとも言われてます。で、世界的に有名な横浜生まれのクラシックカクテルとして、こちらのチェリーブロッサムと、そして以前紹介しましたバンブー、あと横浜ですね。で、もう一つミリオンダラーっていうカクテルもあるんですけど、それはまた後日ですね、別の動画で紹介したいと思いますので、ぜひですね、横浜行かれた際には、こちらの古き良きカクテルをですね、ちょっとこう楽しんでみてはいかがでしょうか。火曜日から全国的にマンボウも開けて、でシーズン的には、送別会のシーズンとかになってるんですけども、皆さん外に飲みに出たりされてますかね。
うちのお店も1月にできなかった11周年の、記念イベントをですね、まあ、水曜日から日曜日までやっておりまして、おかげさまで、まあ、地元の常連の方がちょこちょこ来てくださって、でまあ、それで忙しかったせいもあって、今週ですね、YouTube の動画の方が全然上げれなくて、誠に申し訳ございませんでした。まあ、だいぶ遅れはしましたけど、なんとかですね、無事に11周年のイベントも終えることができそうですし、今週からまた定期的に動画の方も上げていきたいと思うんですけど、まあ、何分ちょっと一人で営業して、で撮影編集もですね、僕一人でやってますので、どうしても営業状況によっては、その更新頻度が下がったりとか、間が空いてしまったりっていうことも、ひょっとしたらあるかもしれないので、まあ、その辺はですね、どうかちょっと温かい目で見守っていただければなと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。